石原さとみは、日本の女優。東京都出身。ホリープロ所属。2002年、第27回ホリープロタレントスカウトキャラバン、ピュアガール2002グランプリ受賞を経て、本格的に、女優活動を始めた。同オーディション3回前にも、現在の所属芸能事務所である、ホリープロ系列の俳優養成所である、 ホリプロインプルーブメントアカデミーに所属し、石上邦子名義で、映画、ホギララ、船を降りたら彼女の島へ出演しており、芸能活動の経験がある。2003年、君は、ペットの、渋沢るみ役で連続ドラマ初出演。同年、NHK の連続テレビ小説、テルテル家族のヒロイン、岩田冬子役に抜擢された。以後、ウォーターボーイズ2などの多数のドラマ、 映画に出演し、知名度を上げていく。2005年、NHK 大河ドラマ、吉常にヒロイン、生後前役として出演。2006年、ナノセカンド葵で、民放連続ドラマ初主演。同年秋には、奇跡の人のヘレン・ケラー役で舞台に初挑戦する。2008年、塚カ公平作、演出の舞台、幕末順常伝の起きた掃除役で2度目の、舞台出演。 2009年、ボイス命なき者の声で、月9ドラマ初出演、ヒロイン、久保明かな子役を演じる。同年秋、井上久志新作書き下ろしの舞台、組曲虐殺にヒロイン、田口滝子役で出演。2010年、スペシャルドラマ、坂の上の雲に、秋山敏子役で出演。毎年3月4日の雑誌の日を記念として、 雑誌の表紙を飾った回数の多かった女性を選ぶカバーガール大賞で2014年、2015年の2年連続で総合大賞に選ばれる。2015年、五級私に恋したお坊さんで月九ドラマ初主演。2021年2月4日、新型コロナウイルスへの感染を公表。2020年10月1日、同世代の一般人男性と 同年内に結婚する予定であることを所属事務所を通じて発表した。石原は婚約発表文で彼となら様々なことを共有しながらどんな困難も乗り越えていけると確信いたしましたと説明。主演ドラマアンサングシンデレラ病院薬剤師の処方箋が前月末に終了。仕事は一段落したことで結婚の発表の運びとなった。 この結婚はこの時点で、アラサーにして、未婚の清純派の女優の結婚ということで、ファンの間では、インターネット上で、サトミロスで騒然となり、世間に、大きな衝撃を与えた。また、結婚後も芸能界は、ことぶき引退せず芸能活動は継続していく、行としているものの、よく2021年の大役を断ったという、情報もあるため、 結婚後は当面主婦業と両立のため芸能活動を事実上制限する可能性があるものと見られる。同年内に婚姻届を提出したことを翌2021年1月3日に所属事務所を通して発表した。なお婚姻届の提出時期は明らかにしていない。現在の芸名の由来は自らは原石であるとしてつけた原石を逆にして名字の石原。 聡明で美しくありたいとして付けた下の名前、里見をひらがな表記にしたものである。役名によるものも含め、歌手業は未経験である。芸能活動で歌ったことはあり、NHK 連続テレビ小説、テルテル家族では、劇中、幸福を売る男と、恋の季節をソロで歌った。石原が、テルテル家族に出演したときに、 その活動報告のために公式ウェブサイトに、里見の大阪日記を開設。クランクアップ後、石原の、それ以降の活動報告のために、日記はそのまま残し、里見日記として継続された。2012年6月18日に、里見日記は、アメーバブログへ移転され、オフィシャルブログ、里見ダイアリーとして開設されたが、現在は閉鎖されている。 また、インスタグラムやフェイスブック、ツイッターについてはすべてなりすましであると発表されている。ドラマや映画、舞台などでは、できるだけメイクは自分でするようにしている。女優の松本マリカと仲がよくたびたびインスタグラムなどに登場する。大の旅行好きで、仕事の合間などを塗っては、海外へと駆け出している。母親が26歳で結婚したことから、自分も、 そのぐらいの時期までに結婚したいと語ったことがあるが、実際には30代半ば目前で結婚することとなった。サントリードリームマッチの始球式で、2014年以降、中止となった2020年を挟み、7年連続で始球式に登板している。毎年異なる投球フォームを披露しており、2014年は、左腕での投球、2015年は、 村田長次の正刈り投法。2016年は、野茂秀夫のトルネード投法。2017年は、サブマリン投法。2018年は、三浦大介の二段モーション投法。2019年は、岡島秀樹のノールック投法。2021年は、斉藤正樹のサイドスロー投法を披露している。料理が好きで千切りを、ストレス発散法にしている。2021年には、 ヘアースタイルを初のショートヘアにしている。太地は主演、もしくはメインキャラクター。放映中の CM 東京メトロ、ファインドマイ東京、放映が終了した CM。ありがとうございます。